はい、どうも、ビタズファクトリー工場長、ビタでございます。よろしくお願いいたします。久々3日ぶりぐらいですかね、のアップになりますが、元気にやっております。ここ最近はですね、まあ、ツイッターとか、なんか、どれで言ったか忘れましたけど、なんかフィルムカメラを使いたいなと。なんか久々にフィルムカメラ使いたいなとか、なんかどんどんフィルムカメラ使っていきたいなとか、いう話をしてまして、で実際にちょっとフィルムでの、撮影の比率がちょっとだけ大きくなったというか、今までデジカメ5台とか、持って行ってたのに対して、今フィルム2台とか、デジカメ2台とかっていう感じでちょっと割合フィルムの方が多くなってるんで、またレビューをですね、やっていきたいなと、思うんですが、まあ、今回はデジカメのレビューということで。で、プラスですね、ちょっと前に、ちょこちょこ上げてましたレンズの改造みたいな、やつもですね、新しいものも、ゲットしまして、それも、加工済み。フィルム、じゃあ、マイクロフォーサーズで使えるように加工済み。ちなみにマイクロフォーサーズじゃなくても、使えますね。フランジバックの関係で、一応 APS-C でも使えると思いますんで、ちょっといろいろ使って試してみたいなと思ってます。まあちょっと右上に見えてますけど AE-1 これまだ使ってないんですけど、まだ使ってないというか過去にまあ使ってたんですよ。で今回久々にフィルムやろうかなとか言いながら、出して用意してたんですけど、これ以外の機種をですね使うことにしましたんで、ちょっと AE-1 は一旦、ベンチに戻ってもらってるという状態で散らかってますけどね、レビューしていきます。今回紹介するカメラですがあれ、オリンパスの FE4030 という機種でございます。綺麗な、ブルー14メガピクセルですね。もう古いカメラとかじゃないですね。多分2010年、11年頃発売のものだと思います。オープニングのですね、タイトル画像見ていただいたら、西暦で年号売ってますんで、何年生っていうので、わかると思うんですけど、レンズは開放 2.6、明るいちょっと。で、4.7 ミリから 18.6 ミリの4倍ズーム。4.7 ミリっていうのは35ミリに換算すると26ミリらしいです。ので、割と広角なカメラ、ということで使ってまいりました。今までですね、オリンパスのカメラ、たくさん紹介してきました。で、なぜかまあ僕はオリンパスのカメラを使うことが多く、最初の頃使ってた XZ2 にせよ、今メインで使ってる EPL5 にせよ、ちょっと前に使ってた EPL2 にせよ。まあ大体オリンパス。別にオリンパスが好きとか言うわけではないんですけど、なんかオリンパスの、カメラを使う傾向にあるんで、なんて言うんですかね。潜在意識的に僕はオリンパスが好きなのかもしれないですね。で、そのレビューしてきた中でですね、結構 XD ピクチャーカードという、SD カードの代わりに入れるメモリーカードがありまして、その機種が大半だったんですけど、もう、14メガピクセルの時代まで突入すると SD カードに、変わってますので、今回 SD カードのオリンパスのカメラです。では電源を入れていきます。液晶が一部死んでるんですよ。まあでも問題なく使えます。で、こういう画面になってまして、まず、ここ見ますと、まあ、これはズームボタンですよね。こっちが、戻す、こっちがズームする。で、再生ボタン。十字キーの上はインフォということで、画面の表示の切り替え。で、左と右押しますと、ここの右側に出てる、
メニューバーの操作に入ります。下も一緒ですね。左右下が全部この操作に入ってしまうという。でメニューもここ、メニューも、バーを開く。なんか効率悪いですよね、こんなにどのボタンを押してもメニューバー開くっていう。でここのハテナは、この画面どうしても特に、何もなりませんので、まあ、再生画面で使うボタンなのかなと思います。でメニュー画面、メニューバー開きまして、下の方を見ていきますと、右向きの矢印が2つ、セットアップというのがついてます。セットアップ入ります。なんか画面のね、フェードアウトする感じとか、ちょっと最近の機械な感じがしてかっこいいなと思うんですけど、見ていきますと、まず圧縮モード、画像の質ですね。で、AF 方式。ここはまあ基本スポットで使います。で、ファインズーム。ファインズームって何や？デジタルズームかな？反映されません。よくわからないです。で、これ静止画録音ですかね。で、アイコンガイド。で、こっちは動画の機能ですね。で、下が再生の機能。で、この辺はカードの機能ですよね。撮影モード保持するとか。ありがたいですね。で、再生ボタン起動。再生ボタンを押すことで、電源入れれるということですね。パワーオン設定、音設定、ピクセルマーク、モニター調整。まあ、この辺はよくある内容になってます。で、メニューのバーに、戻りますと、ここ一番上がですね、普通というか、まあ、大体は普通のカメラ、ダイヤルで撮影モード切り替え。中級機というか上級機、高級コンデジとか、マニュアルモード搭載してるカメラとかはそうだと思うんですけど、大体ダイヤルで切り替えできるモードの切り替えっていうのがここから切り替えできるようになってます。 P モード、プログラムオート、I オート、まあオートですね。ブレ軽減モード、これは ISO を上げるというモードですかね。感度を上げるのかな。でシーンモード、シーンモードは、ポートレート、風景、夜景と人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文章、ビーチスノー、ペットという、シーンモードがあります。で、マジックフィルターというのがあるんですね。これ今でいうオリンパスのアートフィルターっていうのに、当たるものだと思うんですが、ここ下に行くとポップ、ピンホール、フィッシュアイ、スケッチと4種類、入ってます。まあちょっと今のね、アートモード知ってますから、アートフィルター知ってますから、ちょっと物足りないなという感じではあります。でパノラマ撮影、動画という、各モードがございます。基本は、まあ、プログラムオートで使うことになるかと思います。でマクロ、スーパーマクロもできます。ズーム位置は変更できません。これちょっとだけズームになるんです。でスーパーマクロの威力はここぐらいまであるんでしょうかね。ここらも結構合いますね、近くまで。レンズ前2センチというところですかね、大体。までは、撮影できると。で、あと見ていきますと、セルフタイマー、露出補正。なんかこれ、いちいち画面がちっちゃくなって、表示が切り替わるのが、まあ、マジックフィルターの部分はこうやってやってくれると分かりやすいんですけど、なんか露出補正別にこんなん線でいいのになと、個人的には思います。で、
ホワイトバランスもこれか。ホワイトバランスもね、こういう風にちっちゃいサムネイルみたいなんで表示がされます。オートから、太陽光、運転、電球、蛍光灯1,2,3っていう、3種類です。で ISO64 から、最大1600まで、上がります。さすが新しめの機種、1600まで搭載です。でこれが、画像のサイズですね。16MB、8MB、5MB、3MB、2MB、1MB、VGA、16対9の、S という。以上でメニューバーの解説は終わりです。まあちょっと前の機種もそうだったんですけど、なんかやっぱりオリンパスって暖色寄りになるなと。ホワイトバランスオートでも。で、XZ2 はそういうわけでもなく、EPL2 とか EPL5 もそういうわけではないので、まあある一定の時期までは、オリンパスのカメラ、暖色寄りに撮れるのかなという印象は受けました。で、まあ、結構な広角 26mm ですので、まあ風景撮影とか、っていうのは結構楽しめるかなと。いうのは感じました。で、すごいちっちゃい、薄いっていうのと、まあ SD カード、SD カード普通ですけどね、今時はもう。SD カードを使えるオリンパスのカメラっていうのも、まあ、でかいですし、バッテリーもですね、割と普及してるバッテリー使ってるのんじゃないかなと、思います。まあ僕、2、3個持ってるバッテリーだったんですごい。まあ全然、使い切ることはない感じで、撮影してきましたけども。まあ、悪くないかなと。本当に毎日ね持ち歩く分、なんか特別にこう写真撮りたいっていう日じゃなく、何気なく一日の隙間で撮るっていうやったら全然こういうので、こと足りるのかなという感じではありました。でこの FE4030 っていうものなんですけど、なんか海外向けで発売されたのかなっていう、感じで、まあ、ネットで情報はまず調べるんですけど、なんか、日本語のページそんな該当するもんないな、ということで、まあ、詳しいことまでは調べれなかったんですが、もう本当に普及帯の1万円台前半で買える機種だったようですね。発売して、すぐはどうかわかんないです。発売して、まあ、ちょっと経ったらもうすぐ1万円台で買えるよ、と。いう感じの本当に電気屋さんで型落ちでワゴンセールに入れられてしまうような機種だと思うんですけど、まあ時代が時代、14メガピクセルの時代に入ってますから、まあ画像処理なんかもある程度賢いでしょうし、まあ携帯のカメラとかね、そういうのに、まあそういうののズームがついたというぐらいの、レベルのものなのかもしれないですね。センサーも 2.5 分の1とかなんかすごいちっちゃいのが入ってるみたいなんで。というわけで、今回はオリンパスの FE4030 をレビューさせていただきました。では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。作例を撮ってきておりますので、作例をどうぞ。